それでは、最後に、閉会のご挨拶といたしまして、実行委員会から大新長官にお話をいただきます。こんばんは。最後挨拶で予定でもとりあえず私彼に質問という話します。天文事件の、その世界遺産の申請するものが、ね、世界は、もう始まりました。さっきね、木田さんは準備の段階で予定るけど、実際はそうじゃないです。去年の6月8日の前ですね、申請出しました。国連の方はね、準備されました。この写真は申請、あとさっきの写真の時の動画映像、その2点は去年の6月8日の前申請しました。そういうことで、天文事件28年なりました。当時北京市の市民1300万人がいる4月から6月4日の間ですね、参加した市民、学生、中国の警察官も含めて800万、それが中国の新聞の報道によって800万人だから、今28年がなって、今中国北京は2000万人いるという発表があって、じゃあ半分以上の北京の市民がそのデモ天安門ところまでいたところある。さっき法政さんが六部口という場所ですね、そういう戦車とぶつけたというねことがあって、実際はね、六部口はね一番まだまだ、林のところじゃないんですよ。だから一番最初は天文昼間まで行くの本来ですね、五棵松のところで一番最初発砲したんですよ。ほとんど映像ありません。法政さんにの質問はね、何質問したいのか、だから六部口のところですね、当時が若いの女性戦車でねぶつけた時、法政さんどういうふうにその女性が道路のところで出したのか。其实对，很简单，那么一个详细的这么一个六部口的这个经过，其实他就是把它推靠在路边，因为当时坦克特别的靠近这个马路边马路牙子，当时你也知道在北京那个马路边到人行道上有一个很高的那个护栏，那么我只有把它抱起来往这个护栏上靠，把它贴靠在护栏上比较安全，可是我就没有办法越过这个护栏，他也没有过去靠在那，所以我还人站在这个汽车自行车道上，但是坦克它是紧贴着路边，基本上让人没有太多的空间，所以就是因为这样，很多人走在路边推着自行车走在马路边，大家都认为已经很安全，可是坦克当时它是一排站满的路面，最靠边的这一辆紧贴着路边，所以那么我为了保护这个女同学，把她推靠在了这个人行道上，
到护栏上，然后我还在这个路面上，所以就被坦克给压到。実はまあ単純な話であります。当時 の, そこの道路 の, 歩道と道路の間に柵がありましたと。で私はその女性をぴったりその柵に立っているような状態でですね、押しのけたわけであります。しかしさっきも言ったように戦車は横一列になって突っ込んできて、もう柵と道路との間にほとんど間隔は空いていない状態になります。一人ぐらいやっとの状態なので、私はその女性を押しのけたので、もう自分が立つスペースがなくなったというわけで、それでキャタピラに引かれたわけであります。当時の多くの人は実は私と同じような考えで、もう道路のギリギリまで行けば避けられるのではないかというふうに考えたわけであります。しかし本当に戦車は道路のギリギリなところまで寄ってきてですね、走ってきたわけでありますから、しかも柵もあるので急にそれを越えることもできないので、結局柵にぴったりその女性を押しのけることはできたんですが、まあ、それで彼女を救うことはできたんですが、自分はもうどうしようもなかったというような状況です。ありがとうございます。当時800万人の中国の市民、学生、政府、警察が天安門6月3日までみんな参加しました。なんで軍出すのか、警察、公務員、テレビ、ラジオ、マスコミ、中国政府のことはよく聞かなくなって、最後は投票派で軍が入るしかないと、そういう判断になって、当時共産党の開発派、保守派、まあ、市民、学生どっちでも勝ってるじゃない、保守派も負けた、改革派も全滅、共産党、学生たちが亡命、刑務所。私4月13日日本でそういう天安事件運動参加しました。当時日本で5月21日のデモ5000人になりました。6月4日の日1万人なりました。日本で、まあ平馬先生、当時大連の方の代表、我々の運動応援、今まで応援来ましたですね、大変の要人なんです。たくさんの要人、左さん当時18歳の時の今まで28年間こういう天安事件記念集会今まで一緒にやってきました。大変ありがとう。さっき彭帥さん のノーベル平和賞の写真があって、その時私ここ一緒に並んで写真撮りました。このチラシの文章の一番最初、民主主義と自由書いてます。素晴らしい。これはね、中国語ありません、日本語です。今も中国語漢字なんですけど、中国語そういう意味ありません。当時我々も自由と民主主義知らなかった、わかんない。日本28年間いる民主自由という民主主義ということで
勉強しました。当時は我々は知らなかった。当時何やるのか、腐敗、共産党ダメと思ってなかったんです。共産主義ダメ持ってないんです。我々すべて多分そうと思います。こういう文章の中ですね、当時の学生、自由民主主義求めているという言葉書いているんですけど、素晴らしいの日本語書いている。でも残念ですから、当時は中国人民主主義自由が分からなかったんです。ですからこの集会、日本で続けてやっていこう、重要な意味ある。漢字は中国語から日本、中国から日本になる。今で略になってます。この尺何十年、例えば中国共産党という漢字ですね、それは中国語じゃないです、日本語です。ぜひ民主主義、昨日も長尾先生、民主主義自由という言葉今日も出ました。去年の6月3日日本政府の官房長官で記者会見で、自由民主主義人権、日本は中国で、ね、求めるという発表しました。中国の人権問題は日本政府は関心続けて持っていくこと、その官房長官の言葉。去年の7月、劉小波さんの弁護士さん、日本に呼んできました。日本政府、官邸外務省接待しました。劉小波さんの弁護人、日本政府、中国の民主化になる望んでます。さっき私、直先生の言葉、録音しました。日本自民党、中国民主化になる望んでます。天安門事件から、じゃあ最後になりました。天安門事件から、今までね、ウイグル、チベット、いろんな事件がありました、フォホーリング。ですから、中国の民主化になるのは、やっぱり、天安門事件を解散しないといけない。じゃあ今回はこの集会できるのはスタッフたちの努力、みんなありがとうございます。まだ来年頑張りましょう。大瀬さん、ありがとうございます。天安門先生、ありがとうございます。それでは、最後にですね、お知らせなんですけれども、後ろの方に、新潮社さんが、ラージャーさんが書きました、最新作の、本がございます。嘘つき中国共産党ですね。そちらの本ございますので、物販として売っておりますので、ぜひお買い求めください。でその隣のですね、ポスターはですね、そちらもラージャーさんが去年書いてくださったものなんですけども、去年の天安門集会用にサインを書いてくださって、そして今年用のサインももう1個書いてあります。それがですね、あとラスト48枚になっております。ラージャーさんはもうアメリカに先々週ぐらいに移住されたので、もう日本でサインをもらうことはかなり難しくなっている、とてもプレミアだと思いますので、こちら1500円で48枚のみ売っておりますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。またあとですね、民主化の、若者たちが、募金箱を持って、おりますので、ぜひこちらご支援のほどをお願いいたします。はい、それでは長々ありがとうございました。これにて6条天安門事件28周年記念集会終わりとさせていただきます。長々ありがとうございました。